でもまだお酒が残ってるんじゃない？データの件は私に任せて。水分データ収集中。鳥になった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は記録呼び出し。シャーリーは先日の飛行中川に落ちました。ちょっとそれはアクシデントよ。植生データ収集中。断層データ収集中。もう終わった？終わったら戻りましょう。地質データ収集中。データサンプルはこれで十分だろ。上出来だ。戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。おっと、なかなかやるな。そんじゃこのデータをアルフレッドに届けるとするか。とにかく今日は助かったよ。ありがとな。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。健康に配慮したレシピをご参照ください。パウルさんには狩猟の削減と適度な運動が必要です。そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体には気をつけなきゃ。ああ、わかったよ。じゃあ行こっか。他の場所も案内するね。サミンさんを紹介してあげる。シャーリー、どうしたんですか？私に何か用でも。新しい友達を紹介するね。はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか？平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫。あ、紹介がまだだったね。こちらサミーさん。といっても私より二日お姉さんなだけだけど、このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。いいですよ、何でも好きなものをリクエストしてください。でも転送ゲートの修理が終わるまではベンジス港に新鮮な食材を買いに行けないんです。修理だけなら私たち二人で十分。ほら、早くついてきて。でも、ゲートの修理のこと、お兄ちゃんには内緒よ。記録、今月シェルターで発生した事件は8件。うち、シャーリー関連は。見合ったら、何でもベラベラ喋らないでよ。ここだよ。これが私たちの転送ゲート。それがよくわかんないの。パウルさんはオムニウムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってた。え、それなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってこと？
も私も何回も使ったけど、この通りピンピンしてるよ。それでどうやって修理するの？エネルギーコンバーターのフィルター故障だから、予備のものと交換するだけ。それだけ？それだけ。パオルさんがそう言ってたもん。私はプログラムを調べるから、あなたは替えのフィルターを持ってきて。あそこで見える？予備のフィルターがあの建物にあるの。フィルターを装置に入れるだけで OK よ。見える？ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたいで。できた！お茶の子再開！あとはちゃんと動くか確認したら終わりね。確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるの。だからあなたはこのゲートしか使えない。確認は私に任せて。でもそれって大丈夫なのかな？大丈夫、心配しないで。すぐ戻ってくるから。機能は問題なし。レンジスコーに着いたわよ。あっ！なんでスコロペントラが？ついてこないで！助けて！虫は大嫌いなの！敵ユニットを検知。武器データを転送。戦闘準備。大丈夫、全部片付けたわ。怪我は？怪我してない？記録中。シェルターで今月発生した事件は計9件。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手で。どうしてあんな奴らをおびき寄せてしまったの？転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの浜辺に放り出されて、そこでモンスターたちに襲われて、ほんと最悪。でも位置情報システムは複雑すぎるから、パウルさんでも直せないかも。ホラン、ホ、フランツさんに助けを求めましょう。うん、そうだね。あの人なら何とかしてくれるはず。ハガードから来たフランツさん、とにかくすごい物知りなの。お願いしに行ってみよう。警告、転送ゲートは故障中、正常に使用できません。ミアはここに残り、皆さんに警告を続けます。さすがミア、そうしてもらえると助かる。
気をつけて。お兄ちゃんに気づかれないように。会いたい人はシェルターの外にいるの？遠くないわ。ついてきて。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれね。あの岩バーチャルみたいに見えたけど。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。遺跡か。中には何があるの？わからない。お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だってあそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもの。さあ準備はいい？川のあっち側まで行くわよ。早く来て。面白いこと教えてあげる。何？あの崖を迂回していくとかなり遠回りになる。ねえ、近道したくない？ちゃんとついてくれば大丈夫。あたしいい道知ってるの。ちょっと待って、まさか。どう？最高でしょ？川を渡らないといけないみたいね。あなた泳げる？それならどっちが先に向こう岸につけるか競争しようよ。じゃあカウントダウン開始。3、1。あれ？チャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に出るのを許してくれたな。お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから、仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。それならお安い御用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？でもこのデコンストラクターも故障中だから今はちょっと。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが中の部品が焼けてしまってね。修理には時間がかかりそうだ。でもサミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。シェルターの食料ストックがそこを突きかけてて。分かったよ。それならこっちは後回しにして転送ゲートを優先しよう。悪さしないでおとなしく待ってるんだよ。もちろん、いい子だもん。この機械、私でもなんとかなるかも。シャーリー、あなたまさか。あなただって遺跡に興味あるでしょ？このデコンストラクターを修理すれば中に入って探検できるんだよ。これはベンジス重工製の旧式だから原理は単純だし、なんとかなると思う。まだちゃんと調べてないけど見た感じだと電源が焼けて壊れたみたい。じゃあ私は何すればいいの？私はここを見張ってる。あなたはアストラ島のオムニアムタワーに行ってくれる？リトルウィリーっていうドロイドに予備電源を借りられないか聞いてみて。あの子とは仲良しだから
私の名前を出せば喜んで手伝ってくれると思う。でもシェルターから離れると危険だし、道も険しい。くれぐれも気をつけてね。そうだ、私のジェットパックをあげる。急いで行くには便利だけど、使い方には気をつけてね。危険を感じたらすぐ逃げること。ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。試してみてね。ハイエナの縄張りだから注意してね。私シャーリーの友達なんだけど、一つお願いしてもいい？シャーリーさんが何かお困りなのですか？デコンストラクターの修理がしたいの。ここに予備の電源があれば貸してもらえない？お安いご用です。予備電源は差し上げます。先ほどアストラ島の地形データを採集したばかりです。あなたにも同期しましょう。データ同期中。アストラ島の地形データ送信成功。他の地形データは該当区域のオムニアムタワーでロードします。警戒レベル2。アストラ島のエコロジカルステーションが何者かに襲撃されました。この問題の解決をお願いしてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。目的地をアストラ島エコロジカルステーションに設定。出発。
Thank you.